食べていいの？カズヤくん、またね。さくらさん、すみ、大学1年生、職業レンタル彼女。ありがとう。どんだけ。ごめん、あの人カズヤくんに悪いこと。じゃあ、コミュ障だ。あって30秒でコミュ障だとわかる。スミちゃんに必要なのは自信だと思うんです。キュロットスカートってやつ、中どうなあ。よし、オカリ、オカリにしよう。映画を見たり出してあげられるよ。気にしてくれるなよ。 S 級美女連れて歩くのは慣れてっから。とりあえず休憩しよっか。ちゃんからだ。っていうかめっちゃ照れてる。無理してる。あっ、おお、減った。人見知りの域を超えている。すごい、もうわかるぞ。でもそんなスミちゃんを好きって言ってくれるお客さんは必ずいる。どうなんだろうな。うちょこきょ、うん、うまい。あ、いや、ごめん、下手っていうか、やっぱちょっとぎこちないっていうか。めっちゃ彼女のふりしてくれてる。彼女中の自分はすごく嫌いだ。あんまり焦らなくていいんじゃないかな。意外と頑固。スミの朝は四時起きだ。目覚ましの5分前には目が覚めるさしくて、自分の夢をしっかり言葉にできるスミの理想の女性。でもこれでまたスミちゃんの目標に一歩近づいたのね。